ハローですか？誰もいないよ。どう？どこまで話したっけ？紹介状もらってどうとか。そう、言ったんだ。ところが世の中って広いようで狭いもんだね。その支配人ってのが君、知らないかな、ナルトミって男。よく昔俺が飲みに連れてった。顔見た知ってるかもしれないけど。ああ、知ってるよきっと。やーやーってわけでね、早速外交の方をやっていただきましょうってことになってね。そう、そりゃよかったわね。うん、うん、まあ俺もこの辺で何とか格好つけないことにはお前さんにも迷惑かけっぱなしだし。私のことなんか待って、それより奥さんや坊やはかわいそうだわ。いや、女房のことなんて別に、ただ子供だけはな。お互い様、子供のためには苦労するわね。そういえば春夫どこ行っちまったのかしら。うん、幸子さん元気かい？まだも？うん、とても元気よ。やり手だからな、よろしく言ってくれよ。近いうち伺いますからって。何売りつけるな、今度は。嫌だな、さっき話したろ、盗難予防のベル。2本置いていくよ。大丈夫？本当に盗難予防になるの？絶対。太鼓判を押すよ。藤村さんの絶対と太鼓判は信用ができないからね。ちょっと閉めてよ。うん。持ってきつく？結構よ。そろそろ退散するかな。よかったらお茶漬けで一杯食べていいかな。いや、どうもしてられないんだ。明日は仕事始めだから。しっかり頼みますよ。ああ。お願いいたします。
分も慎重しようと思ってるんだが、いつも思ってるだけでね。じゃあ、お父様。何？忘れ物？すまないけど、いくらかない？いくら？300円でも200円でも、外交に回る足代だけありゃいいんだ。そんなお金向こうでくれないの？くれることはくれるんだけれどね、後で清算してからなんだ。これしかないわ。これで勘弁して。悪いなぁ、たびたび。ダメよ。いくら昔知らんなったことがあるからって今じゃ別にどうってことはないんでしょ。ねえ、そりゃ会社のない男って一番知らずがあるわね。うちの人もその気になんだけど。親方、今日も経理毎日ですからね。切り替えちまうの。今日こそ立ち寝てやらなきゃ。まあれもう何見てるんだい。あの船、お台場の先まで出るんだって。ああ、網打ちに行くんだね。行ったことあるかい、春も。うん。そうか、近いうちにおじさん連れてってやろう。本当？ああ、本当だよ。ああ、いけねえ。坊やにお小遣いやろうと思ったんだが。ええば、お釣りくれるよ。そうか。買えばお釣りくれるか。なるほどな。お前さんとも儲けることがあるのかね。ここだよ。この問題だよ。なんか、今まで損ばっかりしてたくせに。損して得取れってな。おめえなんかにはわからねえよ。そうそう、おめえコートが欲しいとかなんとか言ったな。あら、買ってくれる？お願いします。いってらっしゃい。お母ちゃん、これ。あら、どうしたの？それ買ってくれたんだよ、藤浦のおじちゃんが。おじちゃん200円持ってたよ。だから、人がいくらお金持ってたっていいの。食べたらいつまでも起きてないで早く寝るんですよ。うん、いい？いってらっしゃい。なんだって？いつものところで待ってるから来ないかって。あんたと二人？ロクちゃん連れてきてくれろって。もう借りた証拠またゆっこさんに引かないわよ。
やなみのおるよ。ななじみなわすらりょか、わすらりょか。大丈夫よ、市川でしょ、うち終電までにきっと返すから。付き合ってよ、お姉さんなんていうかいいじゃないの、そんなこといちいちゆっこさんに聞かなくったって。きょうちゃん、こちらはビール。はい、ダメよ、きょうちゃん誘惑しちゃう。誘惑なんて人に気が悪いわ。いくらや、夏うまいもんだね。ありがとう、うまいもんだね。おじゃんねえ、買ってよこれ。なんだ、おせんべいかい。もういいよ、また明日来るのね。ね、一回りしてらっしゃ、あげるから。ねえ、なんだ。カルボーよ。考えてみりゃかわいそうなもんだな、あの子も。本当に、どこだって一人で取るし、関心だよ、遠いそこらで。おゆきさん、もっとちゃんとしたところに勤めりゃいいのにな。女学校だって出てるんだしよ。そうなんだよ、私もよく勧めるんだけどね。それはさ、お前さん、自分のことはどうするのさ。なんで、福井根の話か。うん、バカ野郎、俺は近頃出来星の板前と一緒に働けるかってんだ。築地の大松の清吉ってやおめえ。もしもし、あ、ベラミでございます。あ、どなたをお呼びするんですか。あ、そうですか、いいえ、ちょっとお待ちください。まとれまとのお屋敷に奥出入りがわしがしおで。旦那様からよ、すみません。あ、僕だがね、今夜撮影徹底になったからね。うん、ふんぎり忙されてるらしいんだよ。あ、で、今夜帰れないからね。あ、じゃあ当然の方は急いで接待入ってください。彼氏か。違うわ、弟からよ。弟、弟が一緒にいるのかい。そうよ、新聞社は勤めてるんだけど今夜仕事で帰れないんですって。うん、どこの新聞社。あそこよ、毎朝新聞。毎朝、毎朝の何部。僕は毎朝新聞のもの。本当。じゃあまずいじゃないの。はい、かな、おかえりなさい。ただいま。どう、忙しかった。7時頃ちょっと今跳ねたんですの。そうよ、いやね、芝居って幕間が長いから。そうそう、静江さんに会ったわ、笠井さんと。ご同伴で済ましてたわ。しーちゃん、いくつになったのかしら。五の虎よ、確か。じゃあ、あんたより二つ上。悪いけど、あんたより若く見えるわ。昔からあの人を若く見られるんですもの。物に屈託がないから。得な性分ね。あんたにぜひ遊びに来てくれって言ってたわ。そう。そろそろ看板にしましょうか。そうね。あ、もうすぐ頼む。今日はね、お勘定していただいて。はい、どうぞ。またいらしてね。おいでまっすぐお帰りもあるんですよ。はい。いいですか。
本当にお金をお持ちにならないんですか？だからさ、ね、こういう来る友達が今日来ないんだよ。だから今日は金がないから明日まで貸してくれって言ってんの、君わからないの？だって、そりゃ困りますわよ。おい、遅いぞ。キョウちゃんは？ダメ、おゆきさんがうるさくて。もっともそうじゃなくても今日は来られなかったけど。どうして？キョウコちゃんの番のお客がお金持ってなかったのよ。さっきのあいつが無銭飲食？そんな時どうなるんだい？キョウコちゃん出すのかい？それは番の責任ですか？かわいそうだね。あの子もぼんやりしてるからよ。しょうがない、今夜は夜通し騒ごうや。ちょっと待ってね。そこのうちですがね、もうそろそろ友達のやつ来る自分だって言いますから、中入って少し待ってましょうか。本当？嫌だな。ダメよ。これもあんたんでしょうか。しっかり持って。何差し上げます？え？うん。何か飲みますかね。だって何か飲まなきゃ悪いでしょ。いいわよ。少しぐらいなら私持ってるから。そうですか。ますますなんですね。じゃあ僕焼酎もらうかな。あなたは何するんだ？私？そうね。おビールもらうわ。はい。こちらおビールやってね。僕焼酎。夏前に暑いお飲むのと、すいません、一本くださいね。え、ね、え、来ないじゃないの。遅いね、もう来ますよ。大丈夫？心配しなさんなよ。このことはいざ知らずこと金銭に関しては、サプライチューや。本当に、あれだ、今日はえらいご迷惑かけてすみません。僕、本当にすまんと思って。すみませんですね、本当に。あら、どこ行くの？WC。あ、お姉さん、え？今の人、ここへよく来るの？いいえ。じゃああの人の友達ってここへよく見える方って？知りませんわ。あの方見えたの今晩初めてなんですもん。どうしたんです飲み逃げよ。あら、大丈夫、お金は私が払うから。まだ起きてたの？私寝てくれればよかったのに。どうでした？うまいこと逃げられちゃった。こっちも間抜けだったけどさ、あんまり寂しさあるから一人で飲んじゃった。どうしましょう、あの感情。心配しなくたっていいわよ。何だ、たかが3000ばかり。いいわ、私の借金ということにしとくから。あ、でもそれじゃん。いいの、いいの。あんたはお姉さんの言う通りにしてればいいの。わかりましたね。はい。
もう一時ね。さあ、そろそろ寝ましょうか。春を学校へ出してしまうと、またぐったりしてしまうわ。大変ね。でもまあ、あの子なんか手のかからない方よ。そうよ。うちの弟なんかものすごいわ。朝起きると喧嘩。母さんなんかなんて叱ったって言うこと聞きゃしない。そう、お父さん。少しはいいの？うん。どっか療養所入れようと思って。ずいぶん前から頼んであるんですけど、満員でなかなか。とにかく長くかかる病気よ。うまいもの食べて。体を楽にしてれば治るって言うんだから、あんたも苦労するわね。けど頑張らなくちゃダメよ。いいこと？ええ。でも私体だけは丈夫だから。病気しないだけじゃないわよ。すべてのことによ。どうした？いつかの話。あれ？お姉さんあかんで含めるように言ってくだしたんですもん。母さんだってあれ以上は進められませんわ。いくら相手がお金持ちだからって。見事なんか嫌だわ。そうよ。頑張っていい人探すのよ。ことにあんたなんか初めてなんだから。ね、おせっかい焼くようだけど、お店来る人なんかよほど気をつけなくちゃダメよ。私がそもそも失敗した最初っていうのがそうなのよ。父ちゃんの？そう、優しいし、とてもおいしいこと言うのよ。こっちはもう夢中。いずれは奥さんにしてもらえるつもりでさ、ずいぶん尽くしもしたわね。ところが、春男ができたと知ると、どう？途端に冷たくなってぽい。まあ、男なんて、けだものだと思ってれば間違いはないわね。男の人、お姉さんにかかって散々ね。まあその点私たちの仲間で幸せなのは誰かな？敏子さんじゃない？そうね。正式に奥さんになれたんだし、子供はあるし、旦那さんは真面目で。あれでもう少しお金があればいいんだけどな。難しいもんね。難しいわ。宝くじで100万円当てるよりもっと難しいかもしれないわね。ちょっと当たって。はい。静江さんって人どこなんです？住まい。渋谷の近くらしいの。景気がいいって話だから少し借りてこようと思ってね。おはよう。あ、おはよう。どこへ？ちーちゃんとこよ。よろしくね。じゃあ、さよなら。ぼや。お利口ね。さよなら。それまでに火災が新規に出せるんだけど、それまで一時ね。まあ、しばらくでした。介護を沙汰しまして。いいえ、こちらこそ。まあ、もっともね、一度伺っていながら、いい貧乏暇なしでさ。あんた、ゆうべお芝居見に行ってたんですって。火災のお供でね。加藤さん、この頃ずっとこちら？ええ。大阪が半月、あとの半月がこっちよ。あなた、11時に滝口さんにお会いする約束じゃなかったの？わかってるがな。おいでやす。しばらく。いつもお元気で。
飽きまへん。今年を取っちゃ。どこぞに年寄りでもええちゅうべっぴさんいまへんやろか。笠谷さんたら相変わらず面白いことばかりおっしゃるのね。そう、まだすがな。藤村君、どないしてます？何言ってんのよ。もうゆきちゃんとに何でもないわよ、藤村さんとは。そりゃ言っとるがな。けど、今でもちょくちょくあんたのところへ現れるっちゅう噂やないですか。あの男も哀れなもんや。一時はえらい景気やったがな。そうね。私がお店入りたての昭和17、18年頃、藤村さんたら毎晩来て、チップ100円も置いていくのよ。その当時の100円たら大変なもんよ。それがどうやね。終戦後、往来で会うてびっくりしたがな。まるで軍兵みたいな格好で、頭の切り替えが効かんのやから困ったもんだ。あの人悪いことできませんもの。それやからあかんねん。少しは悪いやっちゃ言われるぐらいやないと。おはようかね。滝口のやつ待っとるやろ。ほんとよ。だからさっきからやいやいやいや言ってる。おゆきさん、ごゆっくり。いってらっしゃい。ちょっとごめんなさい。ねえ、みっともないわ、ネクタイ。ちゃんとしなけりゃ。おやすみなさいや。この間、菅野君に頼まれた話な。おゆきさんに？うん、であろう。そうね。とにかく、聞いてみ。ええ。いってらっしゃい。ごめんなさい。コーヒーでも入れるわ。構わないでちょうだい。笠井さんとうまくいってるらしいわね。まあ、今のところはね。結構だわ。あんまり稽古ではないけど。まあ、こうしていれば気楽ですもの。じゃあ、笠井さんのことを好きってわけじゃないのね。当たり前よ。世話をしてくれるから世話になってるまで。売り物に買い物や。向こうでもそう思ってるわ。そうかしら。そうよ。しかし、あんた偉いわ。本当に感心するわよ。嫌に空気入れるわね。気持ちが悪いわ。うん、本当に偉いわ。戦争が始まるとすぐ疎開をする。だから怖い思いを一つもしないで済んだ。帰ってくればこんないいお家は待ってる。やることがすべて先へ先へと見通しをつけてやってるみたいね。褒められてんだかけなされてんだか分かりゃしないわ。けどね、私自分のやってること間違ってないと思う。いくら偉そうに言ったって、女は女よ。そりゃ結婚して、貞淑な奥様で一生送るつもりならですよ。だけどそれが嫌ならお金よ。まず、お金の心配のないようにしといて。それからよ。それからって？つまり好きな人と恋愛しようが何しようが。ね。それにはまずお金よ。ねえ、いい人がいるんだけど、世話になってみる気ない？うん、からかっちゃ嫌よ。いえ、ほんとよ。葛西の取引先でね、ベラミへも2、3回行ったことがあるって言ってたわ。その人は、鼻のとこに大きなほくろがある。ああ、わかったわ。菅野さんって言ったかしら。うん、そう。あの菅野さんよ。この景気がいいんですって。そりゃお金を作る人だから、ケチはケチだけど。そこをなんとか手を使って絞るのよ。どう？まあ考えとくわね。まだ藤村さんに義理を立ててるのね。あら、そういうわけじゃないけどさ。私が藤村と手を切ったのは、あの人が落ち目になったからじゃないのよ。春夫のこと。それからあの人の奥さんや子供さんのこと。いろいろ考えた末のことなのよ。じゃあなぜ寄せつけてんの？ほら、だってそりゃ仕方がないじゃないのさ。ほら、あんたたち知ってるでしょ？春夫を産んだと。私が病院で死にそうになってた時のこと。あの時あの人に助けてもらった恩だけは、どうしても忘れることができないのよ。やっぱり義理を立ててるんじゃない。でも、偉いわ。本当に偉いと思うわよ。いやさ、真似しないでよ。呆れてるくせに。あら？雨が降ってきたから。必ずの雨。ゆっくりしてってね。
い気がしちゃう。もう一つ。ぼやが出てたんですよ。すいません。困っててしまったな、雨。お困りでしょうね。行った先が分かれば私、傘をお届けしたいが。なんですね。さあ、もう一回。ガスのメートルに頼みます。何にあげましたか。かけそば一つ。はいはい。どこ行ってる？ああ、遅くなっちゃって。お客様まだ？ええ、まだ降ってる？ええ、降ったでしょ。ちいちゃんとこで傘借りてきたわ。帰ろうと思ってもなかなか返さないのよ。ちいちゃん元気？ええ、あ、そうそう、さっきママさんから電話あったわ。私に？ええ、10時に東海に来てくれって。あら、じゃあここへは来ないつもりなの？何か大事な話らしいわ。あれ、何かしら？知らないの。のんきね。ここを売りに出すんですって。ほんと？誰が嘘を言うもんですか。やっていけないのかしら。ママも辛いでしょ。貸さなきゃ来てくれないし。貸せば取れないし。大体ママのやり方は古いのよ。ノーラだとかクレオパトラだとか、ああいうお店見てごらんなさい。あれでなくちゃ今の若いお客ついてこないの。あけみちゃんなんかいいわよ。若いし。もしこのお店がダメなら、他へといくらでも働けるもの。困るのは私はゆっこさんよ。ねえ。何しろ年が年ですもの。お客さん誰もいないわ。帰りましょう。お待たせしました。お姉さんに会いたいって人、表に来てますわ。誰かしら。わざわざ。いいえ。何するあんた。そうね。ママと同じものでいいわ。焼きそばでいいの？え。じゃあ焼きそば2つね。そう、今夜。暇だったんでしょ？ええ。母さんの組と1組だったから。あ、そう。一人初めての人が来たわ。その人、ちょっとこれ。うちの下へお稽古に来る人でね。みんな悪いのよ。むやみにおだてたもんだから、すっかりご機嫌になってね。流しの三味線を呼んじゃって。歌ったの？歌ったどころじゃないのよ。まず越後寺から、松の緑、鶴亀、勧進帳。最後に酔っ払って伸びちまったけど、それを聞かされてる間の辛さった。わかるわ。え？おとなしく待ってるのよ。いいわね。お母ちゃん、すぐ帰るからね。お願いします。ねえ、客引っ張りに行くのよ。人事じゃないわ。お店売るって噂、本当なの？そんなことなのよ。ここへ来てもらったら。ねえ、誰かいないかしら。20万円ほど都合してくれる人。さあ、50万円いるし、どうしても20万円だけ都合できないのよ。ねえ、相談相手になってよ。困ったわね。頭が痛いわ。ねえ、からかしてよ。足りないの、20万円？ええ。
もしもし、藩の合名会社さんですか。あ、あの社長さんいらっしゃいますかしら。あの先ほどお電話いたしました。ああ、もうお出かけになりましたんです。あの何分ぐらい前に。ああ結構ですわ。いや、どうもお待ちだ。あの行事がないので今お電話していたとこなんです。どうもすまんすまん。何にしろ社長自ら先頭に立って働くと働かんとでは社員の能率がぐっと違うのだな。お忙しいところを突然お呼び立てしました。いやいや、笠井君に頼んでおいたのに一向に返事がないんで、実は仲間は諦めとったところでな。ところでどこで話をするの。どっか静かでいいとこと。あんたとここの近所じゃなかったかな。でもあの子供が。子供がいたんだったね。それじゃあ待合旅館だ。いやどうもああいうところは金ばっかりかってつまらんし、どこかこの辺の喫茶店で結構なんですけど、どうせ私のお願いしたいってことは簡単なんですから。簡単と言ったって、まさか喫茶店やなんかで。いいところがあったよ。簡単で金がかからない。いいところがあったよ。近いから、歩いていこう。いらっしゃい。ちょっと倉庫を使うから。用事があったら呼ぶから、それまで今度よろしく。お茶割り、お茶。さあ、逃げんでもいいじゃないか。君の面倒を見るよ。5,000円。じゃあ、手付けだよ。な？いりません。そう、世話はやかすもんじゃないよ。な？いりませんたら。天から通報。人間皆このために苦労してるんじゃ。泣いたり笑ったり。あんたが借りたいと言うとった20万円だってそうじゃないか。できんけりゃ店が潰れるとさっき自分の口から言うとったばかりじゃないか。わしはね、ケチだケチだと言われてるけど、面倒見ると言うたら必ず。え、そうか。な。見損なわないです。私そんな女じゃありません。入りますから、ここ開けてください。まあ、ええじゃないか。まあ、せっかくここに来たんじゃ。え？分かっとるじゃん。そんなことなさると、あなたの人格に関わりますわよ。人格？そんなやばなこと言うもんじゃないじゃん。嫌ですったら。電車ごっこをしようよ。運動場でアキラさんが言うと。あのおじちゃんと。おじちゃんと一緒にお風呂行かない？行くよ。行くってか。え。金。あら、お風呂行くお金もないの？お金は困ってるよ。いいのよ、ハローちゃん。おじちゃんはね、だらしがないから毎日お金落としてくんの。僕みたいにガマ口に紐つけときゃいいのに。ゆっこちゃん、芝居さんお待ちかねよ。いらっしゃい。私、昨晩は大集団を演じまして、お詫びに来ました。あら、そんなこと構いませんわ。
旦那、いかがですか、何かしと。いや、もう結構。ねえ、ゆうべの続きやってくださいよ。一文字し。やってもいいけど、よろしいでしょうかしら、ゆっこさん。どうぞお願いしますわ。そうですか。君たち知ってる？越後石。え、あの長唄の？いやいや、いかに光るとこっちの調子が狂うか。いえ、やりますよ。なあ。なんだろうのところよ、段下がり。なんだじゃ、うちじゃえ。ボタンはボタンねど、越後の獅子は。この姿を花と見て、庭に咲いたり咲かせたり。ワンスモア。どうもいいか。長唄は三味線でないと調子が出ませんね。そうですわね。ワンスモア。ウィンヤ。来てないわ、皆様。どうしちゃったかな。でも、本名はまだわからないわね、早いから。来たら何て言っとこう。俺が探してた。そのげておいてくれ。花を花と見て、庭に咲いたり咲かせたり、そこなおけ。おかしいな、これ。出しやがって。おかみさんは腐るぜ。何あれ、お弓のこれかい。うん、前ね、ポイントの手ってね、しょうがない風船。気をつけないと、そんな目に遭うわよ。ずるいわ、途中でやめるなんて。ねえ、続きやってよ。とんでも8分、私やめますよ。せっかくいい気持ちを歌ってたのに、あんなひどく入ってきたのでは。ねえ、君、何か新しいのやってちょうだい。あ、じゃあ、お前頼みじゃ。お母ちゃんはね、正直で真面目で元気なら何になったっていいって言うんだよ。正直で真面目で元気なのか。どんな仕事だって卑しくないんだって。そりゃそうだと。でも、僕、科学者になりたいんだ。科学者？うん。ノーベル賞もらうんだよ。ノーベル賞か。ははは、そいつはいいな。おいちゃんなんか、ノーベル賞ももらえなかったよ。ノーベル賞ってなーに？お酒をノーベル賞さ。なんだ。藤村刺繍。これ藤村のおじさんのかい？うん、母ちゃんのだよ。そうかい。藤村のおじさんがね、島でやるとは気がつかなかったよ。ちょっと借りていくよ。おはようございます。あ、おはようございます。朝からご精が出ますこと。あのね、このベルね、うまくできてますよ。おゆきさんにもらったんですよね。これ泥棒がね、開けようとすると開からない。ほら、持ち上げるとね。なるほど。
うまくできてるわね。うまくできてるでしょ。私もちょっと買おうかな。ああ、おじさんに手取ってきましょう。じゃあお願いします。おじさんいるの？ええ、いますよ。じゃあどうぞ。こんにちは。あら、いらっしゃい。先日はどうも。いいえ。あれからすぐ家庭帰ってきたのよ。そう？その時のカンナの親父のとこ行ったんでしょ。あら、ごめんなさい。あんたに無断で。そんなこと構わないけどさ。ゆうべ親父って、カンカンだったわよ。倉庫ですって？聞いて笑っちゃった。えげつないやつよ。そんなもんよ。だけどあんたも心臓ね。あいつから20万円借りようなんて。ママに頼まれたもんでね。うん。でももうやめたわ。これから人に頼まれても安請けはしない。止めることはないわよ。ここがあんたの心証だもん。ダメダメ、戸建てたって。何か下心があるんじゃない？そう、そのものズバリ。嫌だ、私。乗らないから。あら、そんなこと言わないでよ。あんたになくちゃ頼めないことなんだからさ。ねえ、魚心あれば水心。少しぐらいのお金なら何とかするからさ。何なのよ。出てくんのよ、心の恋人が。ねえ、私の心の恋人が東京に出てくるんだってば。何よ、心の恋人って。心の恋人って、心の恋人じゃない。会って手を握るぐらいがせいぜい。あとは、お話をしたり、カルタを取ったり。あんたが？死にそうな顔しないでよ。私だってたまにはそんな恋がしてみたくなるの。もっとも向こうじゃそれほど感じてないかもしれないけど。誰よ、その相手は。石川京介って。私が疎開してた村の、大地主の次男坊。ふん。その人まだ独身なのよ。特攻所に勤めてんだけど。おとなしくて、子供っぽいの。だから私、坊や坊やって呼んでたのよ。疎開してた頃からだと随分前からじゃないの。笠井さん知ってるの？知らないわよ。笠井行ったら私が疎開地に2、3遍。2遍だわ。2遍来たっきり。あとはお金だけ送ってしまってんだもん。まだいいじゃないの。出てきたって別に。それがそうじゃないのよ。笠井行ったらあれで大変なやきもち焼きなのよ。ねえ、だからあんたにお願いするんじゃないの。あさって笠井が大阪帰るでしょ。それまで。え？坊や、東京見物させてよ。私が？うん。嫌だわ、そんなよ。そんな冷たいこと言わないでよ。今日と明日、2日間だけ。ね？大変だわ。10時に坊や上野駅着くんだわ。あっちこれから迎えに行かなくて。頼んだわよ。飛び木町の草屋、知ってるでしょ？あそこで待ってて。坊や11時までに連れて行くから。しょうがないのね。悪縁だと諦めてちょうだい。それからね、私たちのことは全て内緒よ。私のことは戦争未亡人って触れ込んであるんだ。坊やもそう信じてるんだからね。ひどいもんね。じゃあ頼むわよ。ございます。遅くなりまして、ご紹介しますわ。今お話ししたでしょ。私のお友達の辻由紀子さん。指導よ、ご主人を亡くしなくて今はピアノを教えてらっしゃいます、ね、はじめまして。僕、石川京介です。ねえ、坊や、ごめん、遊ばせ。いや、坊やで結構です。いや、坊や。あなたが東京いらしたら、私がご案内するって、あれほどお約束しておりましたのに。ごめん、遊ばせ。いや。私ね、今日明日はどうしても婦人民主クラブのようで抜けられませんの。ですから、ゆき子さんにお願いして。どうぞよろしくお願いします。は。それに、ゆき子さんは女子大を出ていらっしゃるから。坊やの話し相手にはもってこいですわ。じゃ
大変勝手なんですけど、私これで失礼させていただきますわ。あ、ゆきこさん、どうぞお願いします。ちょっと、でたらみゆうはね、大丈夫よ。親と相手のこと気にしないから。だからね、あくまでも上品に振る舞ってね。親とどんなの大っ嫌いだから。いやね、本当に振っただけよ。ほろいてます。私の坊やですもん。じゃ、頼んだわよ。変な気を起こしたら承知ないわよ。バカね。お食事は？は、聞いてご返事するわ。この辺三十軒堀と申しまして、埋め立てない前は夜など両側のバーや喫茶店の火が水に映ってとても綺麗でございましたわ。そうですか。あ、この橋の名残ですね。は、何です、あの建物は。今度できましたお風呂屋さんです。お風呂屋。は、さあ参りましょう。ここが銀座通りでございます。京橋から新橋まで8丁。ついこの間までは両側に露店が出ておりましたんですけど。にぎやかですな。銀座は綺麗でございますよ。ずいぶん酒場ありますね。お酒お好きですか。いや、少しも飲めません。ベラミ、ベラミって聞いたことがあるな。そうだ、ベラミっておっぱさんの小説にありましたね。おっぱさん好きですか。は、大好きでございます。そうですか。パパ、音楽家らしいですね。知り合いですか。は、こんなところつまりませんから、参りましょう。痛いな君、そう乱暴せんでも僕は逃げはしませんよ。どうもすいません。別にそう大して悪いんやってやったんじゃないんでございまして、酔いましたんで、ほんの出来心でやったんです。勘弁していただきます。いいのよ、いいんですのよ。早速にお詫びに伺うつもりで、こうして用意して持って歩いてるんですけど、今となりましては恥ずかしいもんですから、どう。これだけでいいんですか。え、他に何か取られたもんないですか。いい、取られた。僕は別に泥棒じゃありませんよ、本当に。そうですよ、ねえ。さっきから聞いてれば、さも僕が泥棒したようにおっしゃいますがね。僕はただこの店でもって。分かってますわよ。分かってるわよ。はい。行きますよね。いや、ちょっと、君、ちょっと待ってよ。ちょっと。待ってますね。待ってますね。ちょっと、僕もね、泥棒とまで言われたからにはね、ここにいる大勢の人の誤解を解かなくちゃなりませんからね。ちょっと待ってないよ。諸君、この黒人はね。分かりました。いや、僕分かりません。銀座らぬその。あの人ね。少し変なんですからね。待ったまえ君、待ったまえ。
待て！泥棒！ああ、いい気持ちだ。どうです？あなたも一風呂浴びたら。私は、お疲れになったんでしょ？電車だの自動車だの、人を避けるだけでも大変ですよ。だけど、どうして銀座通りって大勢人が集まってくんでしょうかね。不思議な気がしますよ。本当に。中には用もない人もいるんでしょうね。ああ、おりますとも。一日に一度、銀座を歩かないと眠れないって人もあります。そうですかね。僕なんかどうしても銀座で暮らさなければならないことになったら、たちまち神経衰弱になってしまいますよ。あなたなんか平気ですか？あ、私なんかもダメですわ。どうぞ。ありがとう。いかがですか、この宿屋。銀座からすぐなんですの。いいですね。静かだし。静江さんが先手なってくださったんですのよ。愉快でしょ、静江さんって。愉快すぎるくらいですよ。未亡人だっていうのにちっとも暗い感がないですね。ただ、僕なんかにはどうしてもまだあの人がつかめませんな。なんか隠してるような気がして。あなたなんかどう思います？親友として。でも、静江さんってそんな嘘や隠し事のできる人じゃありませんわ。そういえば、相当当てっぱなしとかありますね。すみません。いかがですか？ダメなんですね。そうです。星が綺麗ですこと。星、よく知ってますか？いいえ、知ってるのは北斗星ぐらいですわ。教えてくださいな。視点がよく見えますよ。どこですの？ほら、あそこ。ああ、わかりましたわ。我は北斗の星にしてという詩がありましたね。あったような気がしますわ。何でしたかしら、その詩に。我は北斗の星にして都政揺るがぬものなるを。君が心の余す日、北は東、上は西。好きですか？昔は随分読みましたけど、ここ10年ばかりというものは忙しさに追われ同士です。もうダメですわ。そんなことありませんよ。忙しければ忙しいほど詩が必要になってくるんじゃありませんか。僕はそう思うな。ええ。あ、ごめんなさい。こんなことあなたに言うのおかしいですね。肌揚げ染めし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に差したる花道の花あるあの森にロバートがいるんじゃ。そなたも時期の車であの森で。さあ、もう寝たらどう？明日学校早いんでしょ？必要じゃないか、明日。ああ、そうね。僕、お母ちゃんに動物園連れてってもらうんだ。いいわね。私もついていこうかな。いいよ、来ても。あ、お母さんが帰ってきた。風邪を寝たの？寝たよ。ダメよ、早く寝なくちゃ。お母ちゃん、明日動物園行くんだろ？ね。すげえな。おやすみなさい。おやすみなさい。お店で何とか言ってた？どうしたんですの今日。お姉さんが休むなんて珍しいってみんな言ってたわ。知
水勢さんに頼まれて田舎から来た人を案内してあげてたの。あ、ママはね、お姉さんによろしく言ってくださいって、いろいろご心配かけましたけど、お金の方どうやら都合ついたらしいのよ。そう、そりゃよかったわね。この分なら潰れないでも済むって、俊子さんなんか大安心。でもね、京子ちゃん、受給なんて商売そういつまでもやるもんじゃないわよ。まさか40過ぎてまでも女中じゃいられないじゃないの。まあいい人早く見つけて結婚すること、そして立派な奥さんになることよ。だってでもいい人っていうのはなかなか見つからないんじゃない。こないだうちからお姉さんの話聞いてると、地先でうまいこと言う人も危ないし、そう言って生活能力のない人も困るし、奥さんのないあっさりした理想通りの男の人っているかしら。いるわよ。確かにいるわよ。いないなんて諦めるのは早いわ。どんなとこ探せばいるのかしら。そりゃ自分で探さなくちゃダメよ。でも案外なところにいるものよ。じゃあお姉さん、もしそんな素晴らしい人見つけ出したらどうする？結婚する？言うまでもないじゃない。体当たりで行くわよ。何もかも捧げて。何もかも？でもそんなことしてうまくいかなかったらそれこそ大変じゃない？大丈夫よ。そのぐらいの決心がなくちゃ。本当の幸福はつかめないわよ。怖いみたい。今夜のお姉さん、とっても張り切ってって。そう見える？京子ちゃん、あんたアンドロメダって知ってる？知らないわ。じゃあカシオペアは？なにそれ？どこのバー？知らないよ。あら、そう？私、北斗星ぐらいしか知らないわ。それ知ってればいいわよ。あれは北斗の星にして、北斗星揺るがぬものなるを。何それ？そう。千年も揺るがない。北斗星みたいな男。何よ、思い出し笑いなんだ。君が悪いの？寝ましょうか。今日歩いたんで疲れたわ。まだ泣いてるの？もういい加減におかまにならないよ。だってお母ちゃん嘘ついてても動物にそれで言えるし。そんなこと言ったってお母ちゃんだってご用があるんだ。もう泣くのやめて。これあげるから遊んでらっしゃい。だいぶお気に召したようですわね。いいものがありますね、さすがに。外苑の金屋館ってこの辺から遠いですか？ええ、ちょっとありますわ。いらっしゃる。行けたら行きたいですね。三鷹ってどの辺ですか？三鷹？何ですか？天文台見学したいと思って。見たいものはいろいろあるんですが、何しろ明日朝帰んなきゃならないんで。ああ、ずいぶん早いですこと。伊勢さんの話だともっとごゆっくりのように伺っていましたけど、そのつもりいたんですがね、今朝電報が来たんですよ。すぐに帰れ。ああ、よっちゃん、ごはんよ。お願いしてくれ。それが多いですね。動物園でも行くんですかね。はあ、そうでございますよ。動物園か。子供は喜ぶでしょうな。あなたお子さんは？あ、ええ、あの一人おりますわ。男の子が。おお、じゃあ動物園なんかよく行くんでしょう。はあ、あ、今度はどこへ参りましょうか。そうですね。
坊や、今日は学校ないんだね。うん。さあ、一休みしたら出かけましょう。どこですか？新橋演舞場ですわ。静江さんが切符を取っていてくれたんですのよ。そうですか。気のない返事なさるのね。もうそろそろお家を帰りなりたいんですよ。今日はそうなんですよ。せっかく案内してくださってるあなたには申し訳ないですけどね。それも僕には苦手ですよ、東京ってとこ。おやおや。じゃあ銀座はなおさらですのね。刺激が強すぎるというのか。ひたすらにけたたらしく装って、化け物みたいな気がしますよ。でも、みんながみんな好んでそうしてるわけじゃないと思いますわ。石川さん、ゆうべ教えてくださったじゃありませんか。目に見える星の数は。約6000。そう。6000ぐらいしかないが、望遠鏡で見ると10億もの星があって、その中でも光の弱い星ほど数が多いそうじゃありませんの。そうです。銀座だって、目に見える銀座という星の裏に、目に見えないちっぽけな星がいっぱい隠されているんですわ。それを取り上げてくださらなくちゃ。そうかもしれませんな。お話が理屈っぽくなしまして。いや。ね、石川さん、子供を嫌い？子供？大好きですよ。子供さえあれば女房なんかいらないくらいですよ。まあ、でも、どうして奥様をもらえならないんです？そうってことありませんよ。機会がなかったもんです。あら、機会はご自分でお作りにならなくちゃ。うん、でも、石川さんは初婚だし。そうね。前に結婚の経験のある方じゃ、無論ダメでしょうしね。決めたとこはどうとか、そんなこと問題にしなくてもいいんじゃないかしら。好きならどっちだって。もう少し僕はそう思うな。本当？本当にそう思いになってる？ごめんください。藤さんって方。私です。何ですか？お宅の方が。何ですか？あの人が。何ですね、そんなとこに立ったままで。ちゃんが見えない。あら、今朝出てったけどお昼にも帰ってこない。近所ずいぶん探してみたんですけどね。そう、世話やかすだね。いいわ、じゃあ私すぐに家に帰るから。じゃあ、あんたね、あの人と演舞で行ってくれない？ちょっとあるから。でも、大丈夫よ、いい人だから。でも鈴江さんや私たちのこと一切ないですよ。聞かれても知りません、存じませんで通すのよ。いいわね。何かあったんですか？いえ、別に。私の妹の京都ですの。あちら石川さん。私、ちょっと用ができましたので、お家へ行ってまいりますが、演舞場は妹と一緒に行ってやってくださいませ。そう。ですの。私、ちょっと失礼いたします。ありがとうございます。出かけましょうか。ところに見当たらねえんだよ。どこ行っちゃったのよね。終わっちゃったな。うん。あ、帰ってきた。すみません。終わったよ。まだ見つからねえんだ。デパートにゾウタが見に行ったんじゃないかしら。そいつはゾウタかわからねえや。バカだね。しゃれとこじゃないよ。とにかく私行ってみます。荷物置いてったら。すみません。近所を探しておくからね。
か探してんの？ハローが今朝出たっきり帰ってこないのよ。見かけなかった？いいえ。お前探してあげたらどう？うん、すみませんね。やっぱり分かんなかった、ね、今占ってたんだけどね、これにはね、辰巳の方って出てんだけど、辰巳って言えばこっちの方なんだけど、おゆきさん、月島の方にこの辺りない？おい、この先の川、子供が起こったそうだ。え、どこです？とにかく行ってみよう。助かったけどよ、そんなことや。そうか。どうしよう。警察に届けた方がいいか。ねえ、その方がいいかもしれないわね。じゃあ、俺一人で行ってくら。私行ってくる。いや、俺行ってくら。すみません。少し休んだら、ね。おい！おい、ハルボ刑事来たよ！ハルボ刑事来たよ！ね、どこ行ってたの？大騒ぎを言ってたんだぜ。おい、お母ちゃん、ほらこんなに取れた。バカ、どこに行ってたかと思ったのに。この子はどっかで怪我でもしたんじゃないかしら。ひょっとすると人さらいにでもさらわれちゃったんじゃないかしらんと。お母ちゃん心配で心配で、本当にお前みたいな親子もなれしない。海船に乗せてもらったんだよ。行くなら行くで、なぜ一言断って行かないの。本当にお前という子はバカバカバカ。本当によかったわね。すまなかったわね。まだまだギリシャ神話には星座に関する面白い話がいっぱいありますよ。勇士ペルセウスが王妃カシオペアの娘アンドロメダをお化けクジラから救い出したなんて話は実に面白いんだけど、知ってます？信じませんわ。これは知ってるでしょ、北斗星。知ってますわ。とうとう出ましたね。あ、何がですね。今までは何を聞いても知りません、存じません。存じませんわ。無理せんでもいいですよ。しかし、星は綺麗だな。ことに僕の国なんかで見ると。一度来ませんか、僕の国へ。連れてってくださいな。本当ですか？でも、ご迷惑でしょ。どうして？田舎うるさいそうです。それに。あなた、これからお嫁さんをもらいになろうっていうところです。そんなこと平気ですよ。迷惑なのは僕よりむしろあなたのじゃないかな。そんなこと。あれでしょ、北斗星。どれ？そう、あれ。どうぞ。京子ちゃん、市川へ帰ったんだと思いますわ。そう。おやすみ。おやすみなさい。早いのね。早いどころか手遅れよ。
どうかしたの？おやいないわよ、今頃来たって。まあ、今朝一番で立ったんだって。あら、もっとびっくりすることがあるのよ。歩きながら話すわ。もっとびっくりすることって何よ。坊やをね、若い女の子が上野まで送ってったんだって。ちょいちょいのやつ何も言わない。どうもその女の子、夕べから泊まり込みらしいんだ。まさか。びっくりしたでしょ。私も坊やだけはそんな男じゃないと思ってたわ。やっぱり男の子ね。そうとしたら、コロの恋人なんかにしとくんじゃなかった。けどね、誰かしら、その相手の女って。あんた見当つかない？わからないわね。わかんないもんね、男って。はあ、これをもちまして、まあ、コロの恋人全巻の終わり。どう？あんたうち寄って残念会していかない？母さん、ゆうべ大阪へ帰っちゃったから。また今度にするわ。私、ゆうべよく眠れなかったもんで、頭痛いのよ。もう？じゃあ、また連絡取るわ。ごめんなさい。じゃあ。お姉さん、旅館いらしたの？石川さん、急にお立ちになることになって、私、お知らせすればよかったんですけど。京子ちゃん、あんた、ゆうべどうしたの？私、お姉さんとこ泊めてもらおうと思ったんですけど、あんまり遅いから。あんまり遅いから、どうしたの？あんまり遅いからどうしたの？石川さんも泊まっていけっておっしゃったし。私、あんたを見損なってたわ。あんたが由美さんや明美さんたちとちっとも違わないなんて。そんな人だとは思わなかったわ。でも、泊めていただいただけで何もありゃしません。そんなこと信じられると思ってんの？石川さんってそんな方じゃありません。私、初めのうちはお姉さんに言われた通り、何を聞かれても知りません、存じませんととぼけていたの。でも、あんな言い方騙してるのが辛くなって、何もかも喋ってしまったの。そう。ごめんなさい、お姉さん。何も私に謝ることないわ。ねえ、京子ちゃん、あんた石川さん好きになったんじゃないの？いい人ですものね、あの人。あの方、近いうちに私を迎えに来てくれるって言うんです。そんな約束したの？そう。でも正直なところ、驚いたわ。初めて会って途端に好きになって結婚の約束するなんて。でも私、
いつもお姉さんに言われてるように真面目に考えてなんです。いいのよ。私だって京子ちゃんが真面目な結婚さえしてくれれば嬉しいんだもの。何さ、涙なんか出して。バカね。名古屋汽車、どの辺走ってんでしょうね。なり俺の顔を見たら藤村さんが司法書きになるとは知らなかった。こうだ。はじめは何のことかわけがわからずにヘドホドしていたら、何のこった、藤村詩集の藤村を藤村って呼んだってわけだ。なんかよ。別に。お金ならダメよ。いや、もうたびたびは頼めないよ。商売の方うまくいってるの？まあ。しっかり頼みますよ。私も心を入れ直して、しっかり働くわ。結局今となれば、ハローだけが私の頼みです。そうだね。うちの子も来年は中学へ入るんだって頑張っているよ。じゃあ、さよなら。さよなら。ほや。またな。出かけますからね。いい子だったら今度の日曜日に動物園連れて行ってあげる。本当？じゃあ現場。はい。じゃあお利口にしてるのよ。